決勝に駒を進めるのはどちらのチームになっていくのか。まずは準々決勝第1戦、今日からフライングステージ、ヴィッセル神戸はここから今年のルヴァンカップが幕開けとなります。ここは裏に抜けてくる佐々木のシュートはキーパーなんとか手に当てている。しかしまだボールこぼれていますが、これは最終的にコーナーキックに変わりました。さあジョン・マリー、ここは一人で行った。なんと先制点はアビスパ福岡。ムゴシャ、ワンタッチから一気にシュートまで持っていきました。ここを巻いてきてムゴシャ、ここは村上が防ぎました。さあここはジョン・マリが落としてる。キアー福岡が追加点。ここもまた少ないタッチ数で一気にゴールまでつなげていきました。さあ大迫囲まれる。それでも一人で裏へ出す。いいのから、さあここは大迫に戻してきたところ、わずかにポストの左でした。さあ逆に神戸はカウンター。いいの、いいのからクロスが入って、大迫の頭、神戸が意地の1点を返します。途中出場の大迫、ああ終了。そしてここで試合終了のホイッスルです。第1戦結局最後大迫のゴールはありましたが、2対1、アビスパが1点リードを守ってこの第1戦をものにするということになりました。